本周大来宾是 Crush Jim， 帅气指数破表的他们，今天将在完全音乐中使出魅歌呢。1 2 3今天的来宾呢，他不是 J-pop 哦，也不是 K-pop， 他们是 A-pop， 阿基亚波波，我们进去看看喽。中国、日本、韩国三个国家的成员的跨国组合 Crush Jim， 除了涵盖了成员多国籍的意义之外，更能表现出公司对他们成为优秀 idol 的期望。而六位成员也各自代表着一种基因特征，跨越了文化，充分看到东方色彩，是现今最受瞩目的团体。演出中加入了空手道、跆拳道、功夫，独特崭新的表演也是他们的魅力之处。We are Crush Jim from Asia. Yeah, my my. すごい、ダンスかっこいい。日本人の方は、はい。大家好，我是 Takuya。上海の方が、Hello， 大家好，我是 Casper， 我来自于中国上海。あとの4人は韓国の、はい。大家好，我是 Yongsong。大家好，我是 Shin。大家好，我是 Seong。我是 Sunmi。韩国了，谢谢。体を鍛えているメンバーがいると、はい、ズバリキャスパーですね。あ、キャスパーくん。ワン、ツー、オーケー。今日はですね、あのクロスジーンのメンバーの中で誰が一番人気があるかモテるかっていうゲームをしたいと思います。それでですね、今日の審査員お二人用意しているので、そのお二人に登場していただきたいと思います。快快快快快哪一位团员最体贴，可以获得美女下吻啊？今週の美女に登場していただきましょう。この方です。あ、到底谁能获得我们猫客的青睐呢？将由这两位啊美男子来审查。Crush Jim 为了要虏获 Mocha 的心，特别装扮成狗狗的样子。好，我讲 OK， 嗨 OK， Game Start， Come on， 哎呀，哎呀，おちゃん、ちゃんと見えてるわ。早くチュしてチュして。お子さん、あ、いい。ちょっとお子ちゃん、なんで見えてる？3見えない、2見えない、お子ちゃん。お子ちゃん、お子ちゃん、僕優しい男ですよ。自分で言った。ちょっと顔見して。お、これも無理やろ。食欲も無理やろ。アウト。もろね、もろ。じゃあ僕は科学的に言ってみます。加油。じゃあ。Oh my god.
あれはラーメン。あ、お、新しい。今手を挙げた。お、お手。握手。わ、美味しい。猫ちゃん。ほら、猫ちゃん。すごい、お手してる。こっち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 。决定用念的偶像剧台词，然后对着摄影机诠释，当然评审也是这两位喽。嗨，じゃあそれではたくや君から。嗨。不要为了我而改变，你得记得本身。どうする？あ、どうしよう。なんじゃ、結局さんだね。さすが。我不会死的，因为我喜欢你。個人的には、個人的にずっと待てなかった。待てなはにかみよかった。よかった。可愛い。セヨン君の愛の名台詞スタート。我就是笨蛋男，大笨蛋才你真你这么穷。何だ、すごい恥ずかしい。サミン君の愛の名台詞スタート。我唯一把对你的爱白背本吧。ホラーだったんだけど。ホラーだったんだけど大丈夫？もうよ、ちょっと待って。ヨンソク君の愛の名台詞スタート。留下来，阿苏，我跟你走，我跟你走。阿杰，阿杰，苦しい苦しい。留下来，阿苏，我跟你走。ちゃんと。どうぞどうぞ。病気だから。病気だからじゃない。帰らないでよ。帰らないで。もうでも救急車呼んだ方がいい。拜托，请不要现在告诉我，请让我继续喜欢你。言われてみたい。でいいよって感じだね。はい、それではずんこさんとちびちびこさんに結果発表をしてもらいます。はい、せーの、こんなんじゃないか。おお、残っちゃいじゃん。で、ヨンソク君が来て、残念、三。2.5。あれはホラーに見えちゃって怒られてるのか。セリフ選びが良くなかったね。2.5か。0.5つけたもんね。ということで、第2ラウンドはキャスパー君ポイントゲット。
週ベビーメタルです。何ですか？私の夢は保育士になることです。本気で忘れるくらい暗らない動画をたくさん撮ってます。見せられるものがあまりない。其实我还有另一个日本音乐情报节目介绍给大家哦。节目里有来自日本的丽媛泪跟林惠梨香，还有陈艺鲁，还有我，将会跨越国界为你带来音乐综艺谈话性节目《音乐无双》。每一集都会请来大牌嘉宾在现场与日本进行连线访问，当然除了音乐之外，还会介绍日本的美食跟文化等等，为你带来日本最热门的情报。这是台日共同制作的《音乐无双》，一定要看哦！ついにですね、台湾の方も大好きな日本のラーメンを紹介します。今天来到的是千里宴拉面店，是间在外国人之间也非常受欢迎的店哦。はい、まずはですね、こちらにある食券を。因为店内设有餐券贩卖机，不用直接跟店员点餐也 OK， 不用在意语言问题，可以轻松拜访的店。を選びます。私はこちらラーメン。お待たせしました。ラーメンです。あ、すごい。以豚骨酱油汤头为基底，再加上满满的豆芽菜和叉烧，再加入大蒜，是精力满点的一道料理。好好吃哦。真的不要自己的事。すごい。野菜マシニンニク油からです。お待たせしました。真的是太惊人了，放入比原本多一倍的豆芽菜，真是令人惊喜的一大碗。炸辣椒和大蒜都可以加量，令人无法置信的超分量。これ、あ、あのすいません、あのこちらこのラーメン、これもラーメン、これもラーメンなのは分かるんですけど、これはえ、これは何ラーメンですか？普通のラーメン。え、これ普通のラーメン？え？さっき私がこの食べてるのも普通のラーメン。はい、こちらも普通のラーメン。じゃあこれこのすごい大盛りなんですけど、ちなみにお値段はご一緒で。え？無料トッピング。無料トッピング。あ、あこれですね。あ、本当これ無料って書かれてる。免费的耶。あれ、宝石くん。
컨셉은그냥すぐ、コンセプトもそうです。大丈夫なんですか、そんなに大盛りで。いつも食べてます。すごいいつも食べてるの。あ、そうなんだ。これまでこの番組では日本に関する面白スポットをたくさん紹介してきたんですが、台湾で日本に関係する面白い情報を聞いたので紹介したいと思います。1月18日の土曜日と1月19日の日曜日に台北市内の台湾料理園で日本のアイドルが集結します。詳細は番組 Facebook にアップします。アーティストからのコメントをもらっているので皆さんぜひチェックしてください。